鳥の直樹の殺害。そして、小崎里央田中希成を自殺に見せかけたのは、池澤英介です。池澤英介が、なぜ鳥の直樹を殺害したのか、その動機を、ドラマ大好き、ウンゴミックが考察いたします。マサルさんの家で、ユイに、英介が夢を語った時に、直樹にも伝えたんだって言ってましたよね。 ということはあの殺害した日にナオキに同じ夢を語ったんですよねでもなぜか拒否されたんですよあの夢を聞く限りは拒否する点は何もないんですよねとなるとやっぱり怪しいのはナオキが持ってた尾崎里依へ渡す500万円ですかねあの行方がわからなかった500万円も尾崎里依と 田中きなりが乗ってた車から発見されました。尾崎りおと田中きなりは、直樹には会ってないんですよね。最後に会ったのは、英介なので、やはり英介が殺して、あの500万円を奪ったんですよね。そして、直樹を殺した罪を田中きなりへ被せるために、凶器と500万円を車の中に残していったんです。おそらく直樹は英介へ、 尾崎きりへ500万円返す話をしたのでしょう。英、え、い、ー、はそのお金がどのような意味を持っているのか分かっていました。だから、尾崎きりへ返すくらいなら、夢のためにその500万円を使わないかって言われたんじゃないですかね。でも、直樹は当たり前の話だけど、返すお金だからそれを拒否した。思い通りにいかず感情的になり、 昔のエ介スケが出てきて、ナオキを殺して500万円を奪ったのではないでしょうか。その後、田中きなりに会い、田中きなりが捕まることで自分にも捜査が及ぶと思ったエ介スケは、田中きなりを練炭で殺し、罪を着せるために500万円と凶器をあの車に置いた。こういう流れじゃないですかね。マサルさんがナオキに500万円を託さなければ、 こんな悲劇は起こらなかったですね。ところで、池澤英介を演じている荒川よしよしさんの表編、怖かったですね。素晴らしい演技ですよね。あのグミをクチャクチャってこう音出しながら食う感じとか、もうやばいやつ満載ですね。それで、ゆいが我慢できずに聞いちゃうんですよね。もうこっちからしたら、やめて刺激しないでって思いますよね。だけどゆい、頭の回転が早いですね。 スマホ繋がってるから口笛を吹いてここに直樹がいるように見せかけるファインプレイですね。この瞬間のために直樹がコミュニケーション取れるのは口笛ってやったんですかね。いやー脚本家の方素晴らしいです。それではこれから先を考察するために次週100万回言えばよかった第9話のあらすじをお話しいたします。ゆいは尋常じゃない エ介スケの様子に立然としながらも平静を装い会話を続けていた。その時、ナオキが近くにいることに気づいたユイは緊張状態は変わらないながらも心強く思う。さらに、ユズルも近くでユイを助ける機会を伺っているが、ユイに危険が及ぶ可能性があり動けずにいた。そんな中、エ介スケは20年前のこと、そしてナオキとの間に何があったのかを 語り始め。というのが次週9話のあらすじです。ということで、来週ついに、なぜエ介スケがナオキを殺したのかの動機がわかりますね。エ介スケは、今は、武藤千代とは繋がってないですね。それは、田中き成と池沢エ介スケが会った時に、18年ぶりだなって言ってたので、今はもう繋がってないんだと思います。だから、 子供食堂も塾も一応全部善意でやってるんですね。そして自習予告を見る限りは、まあ無事3人ともあそこから逃げられますね。予告見る限りは、もう来週にも直木成仏しそうなんですけど、成仏しちゃうんですかね来週成仏しちゃうと、再来週の〇〇1は残ってるんですけど、どうするんですかね 再来週、武藤千代を逮捕するとは思うんですけど、このドラマ、ファンタジーラブストーリーなので、直樹がいなくなったら困りますよね。それで、ラスボスの武藤千代ですが、顧客名簿の金額を一応ざっと足してみました。一人の女の子のページの金額が全部足して、だいたい600万円くらいでした。月で考えれば多いですけど、 思ったよりは少ないですね。高原鈴香に500万円ポーンって渡しちゃったら、高原鈴香が稼いだ利益ほとんどなくなっちゃうんですけどね。それもあって邪魔になったんですかね。早く弱者を食い物にする悪者は捕まってほしいですね。そして孫医師へのサプライズ感動しましたね。本人は夢の中で伝えられたみたいで嬉しそうでしたね。切ないですけど。 ただ、問題は、その後ですよね。あの場面で、思い残しがなくなった原田弥生は成仏しました。なのに、次の日、孫医師の前に原田弥生が出てきましたよね。しかも、ただ見えるだけじゃなくて、マフラーを持っていたので、おかしいですよね。はじめ、譲るみたいに、瓜二つの人かと思いきや、 ちゃんと消えたので、その後。やっぱり幽霊なんですよね。だから、あれは10話への伏線で、成仏した後にだけ、ちょっとだけボーナスタイムがあるんですかね。最後に譲るへの乗り移りじゃなくて、直接、鳥の直樹として、ゆいに別れを告げてほしいですね。今回、原田弥生から静電気で触ってる風に感じる方法も身につけたり、 口笛を吹けるようになったり、結構幽霊としてコミュニケーション取れるようになってきましたよね。なんか色々特技増えてきたから、このまま幽霊としているのもありなんじゃないかなって思ってきました。それで前回の予告ですんごい唇尖らせてキスするシーンは、口笛を吹いてる時にゆいがそこにキスしようとしてるシーンでしたね。直樹キがキスするの下手で、 むちゃくちゃキスしたかったってわけではなかったですね。もう2周で終わっちゃうんですね。切ないです。ナオキが死んでいること確定しているので、どうやってもビターエンドなんですよね。ただ、ちょっとだけ気になるのは、やっぱり生き返りの件ですよね。ここまで小出しに生き返りの件が出てきているので、多分ラストに絡んでくるとは思うんですけどね。ナオキも奪うのは嫌がってるんですけど、 あるとすれば、弟が自殺して生きるのを諦めたとかですかね。相性が良くなきゃいけないっていうので、骨髄移植してるから相性はいいという捉え方もできますよね。どういう最終回になるのでしょうか楽しみですね。皆さんの感想や考察ございましたらコメントで教えてください。私、3月誕生日ですので、 高評価、チャンネル登録、公式 LINE の追加、そして LINEPayPayPay での投げ銭よろしくお願いします。誕生日プレゼント代わりに、本当にチャンネル登録だけでもいいので、何卒よろしくお願いします。公式 LINE といっても、普通の個人アカウントです。動画の宣伝トークなどは送りませんので、ご安心ください。コメントに感想や考察残すのが恥ずかしい方は、LINE の方に送ってください。最後まで見ていただき、ありがとうございます。 今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。見て面白いと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、公式 LINE 登録してください。各 SNS もやってますので、よろしくお願いします。よろしくでーす。